お疲れ様です。即開塾の久保です、えー。今回はですね、私の友人の吉谷さんがチャンネル登録、YouTube での5000人突破をして、その記念のライブ、こちらの方がね、えー、開催されましたので、ちょっとだけ参加してきました、まあ。ライブ放送自体2時間ほどやっていたみたいなんですけども、まあ、いつものようにね、だらだらと喋るだけですんで、まああの、本当はね、友人として バッチリと最初から最後までご一緒したいとこだったんですけどもまあ私としてはですね吉田さんの元気な姿を見れればもう十分だなということで早々に退場してまいりましたまあけどねチャンネル登録5000人これはね本当にバカの一つ覚えでいわゆるバカにしてるわけではなくって多くの人はバカの一つ覚えすらできないってことなんですよ ね、言ってみれば私もバカの一つ覚えで再生数が少なかろうが少なかろうがそうなんですよ多いことがないんでね少なかろうが多,く多かろうがっていう表,情表現はできないんですけどもどんなに少なかろうがめちゃくちゃ少なかろうがこれだけやってるわけですよでも結局ねこれができる人が少ないんでやってる人が残るっていうことなんですよね、まあ、お金を稼ぎたいって言ってねこの YouTube の世界やインターネットの世界に入ってきて、結局、そこそこでやめていく。もしくは、そこそこもしないうちにやめていくんですよ。それはなぜかというとね、この、YouTube を中心とした、インターネットで稼ぐという世界に入ってきていながら、これは稼げないわっていうふうに、大してやってもないのにね、白黒つけちゃうからなんですよね。でも実際、どうでしょうかあの、東京の友人の、 小野雑さん、ね、カメラ転売を最初ね教えてましたけどもカメラ転売をやり始めて最初の1ヶ月や2ヶ月でこれは稼げるぞって思う人あんまりいないと思うんですよそればかりかまずは出品を繰り返し繰り返ししてみて出品の前の仕入れをものすごく血眼になってやってみて厳選して厳選して入手したカメラを丁寧に出品して 出品して売れなければ、まあ、出品の仕方を変えたりね、写真を変えてみたりとか、説明文変えてみたりとか、そういったところのアドバイスを受けながら、やっと一つが売れるわけですよ。そして、徐々に売れていくようになると、売れる法則みたいなのが見えてくるんですよね。それは、どんな写真を載せればいいのか、どんな形でカメラを見せればいいのか、そしてそのカメラに対して、 どういうふうに説明文で人に訴えかけてはいいのかね。どこのプラットフォームだったら売れるのか。どこの時期だったら何月だったら売れるのか。じゃあ買い取りに適した時期はいつなのか。こういったことが見えてくるんですよ。もちろん指導を受けると自分が経験する前にそういうことを知ることができますけども、知るのとやってみて確かになっていうふうに確認するのとでは大きな開きがあるんですよね。ですんで、知識だけでは 十分ではありません。知識を十分積み上げた上で経験をすることが大事なんですよね。この知識と経験を組み合わせてやっと実績につながってくる。ね。だから一つのカメラが売れる裏には無数の知識と無数の経験が積み重なっていく。その結果一個が売れるわけですよね。で、吉谷さんのスタイルも同じで じゃあいきなり YouTube で放送してその中で商品がバンバン売れるかってはそんなことありませんね吉田さんが販売してる商品の中でライブ放送の動画とかね合宿の動画みたいなのがありますこれ実際に合宿をやってるんですよでも合宿をやっていなければ合宿の動画を売ることはできませんよねそして合宿をやるということは合宿に参加した人がいるってことなんですよ 私も講師として何度か参加させてもらいましたけども、このようにゲスト講師として参加する人がいるかいないかってことも、まあ、重要なポイントになると思いますしね。それから、せっかく合宿をやっても、会場を取ったり、で、参加者の方にね、来てもらったりとか、様々な段取りが必要です。そして、どのように打ち出せば魅力的な合宿にできるのか。 ここうういったこともあるでしょうねそのために何をするかというと発信を繰り返すわけですこの発信を繰り返すという作業もしくはカメラの転売を繰り返すといった作業が傍から見るとバカの一つ覚えに見るのかもしれませんけどもいやバカの一つ覚えほどやらなくてうまくいく人はいいんですよそういった大天才はいいと思いますじゃあバカの一つ覚えと言えるぐらいまでやらずに ちょびっとやっただけで十分売れていればどうでしょうかあなたの暮らしはどういうふうになってますかってことなんですよ。まあ基本的には人間っていうのはこの10年繰り返したことが自分自身になると思います。まあ10年じゃなくてもね5年っていう単位でもいいと思います。人によっては20年っていう方もいると思います。これどういうことかっていうと新潟のナミさんは私が10年前に知り合いましたけどもその前から 生体の仕事をされていたと思います。つまり私が出会った時点でその道のプロフェッショナルね。やっぱバカの一つ覚えって言うとね、嫌な言葉に聞こえるかもしれませんけども、ものすごく敬意を込めた言葉に私はなります。なぜならバカの一つ覚えぐらいやってる人って限られてるからなんですよ。で、そういった意味を込めてね、ナミさんは私が知り合った時にもうすでにその道に 随分と長い間従事してらっしゃったんですよね。で、それからさらに10年、今でもナミさんはその仕事をされています。プラスインターネットでの発信もされているということなんですよね。最近ではね、まあ、昭和クラブなるものもテーマとして扱ってらっしゃって、非常に興味深いカテゴリーだなと思うわけですけども、これも結局ね、繰り返し繰り返し発信しているという意味では、まあ私がね、 もう自分で思う重要なインターネットを中心とした活動している人のうちの一人新潟のナミさん東京の小野田さん鹿児島の吉谷さんそして広島の私みたいな感じでね横一線に並べるのが申し訳ないぐらいナミさんや小野田さんや吉谷さんには敬意を持っておりますそしてこのスタイルでねこの馬鹿な一つ覚えスタイルで毎日のように 何がしかの発信をインターネット上にしながらそこから収益を得たりそこから多くの人との関わりを持ってるということで考えると他にちょっとね見当たらないんですよね、まあ、一生懸命やり始めた人も結局いつやるのかわからないしいつ成立するのかわからないしいつやめちゃったのかわからないぐらいなんだかね歌方の存在なんですよね、うん、だからバカな人相場にもならないんで バカにもならならいまさにバカにできないというね <laughs> もう一回りしておかしな表現になるわけですけどもうんでもやっぱりやるってことはちょびっとじゃダメなんだと思いますね、うん、最近ね私 FX の発信をさせてもらったんですけどももうね FX の話するとね9日間連続でそのテーマでお話してもまだ全然内容が終わらないんですよ しかしですね、その FX の動画の放送中に、ライブ放送中に、まあアンチコメント書く人がいるんですけども、アンチコメントの人のね、コメントってのはすぐ枯れるんですよ。まあいわゆるね、経験がないし、アンチする経験もあんまりないんで、もうね、突っ込んでくるところが本当にあんまり見つからないんでしょうね。その中で私ね、また一つ大きな発見をしました。それは、 FX はゼロサムゲームでしょっていうふうな表現なんですよ。あ、これ痛いとこついてきたなと。ゼロサムゲーム確かになっていうふうに思う方は FX を支持してる中人の中にもいると思うんですけども、ちょっと待てと FX は。FX はゼロサムゲーム。その通りなんだけどさ、ラーメン屋さんもゼロサムゲームだよと。私のやっていた麻雀店も ゼロサムゲームだよとんだったらお好み焼き屋さんだってゼロサムゲームだしこの世の中でゼロサムゲームじゃないものってないんじゃないのっていうふうに私はその時ねまあ,あお話したしたんですよねだってねゼロサムゲームって人口が決まってるわけですよその中で顧客の数が決まっていて商売をする人の数が決まっていて ゼロサムゲームでしょう。だから稼げるんですよ。ね。FX はゼロサムゲームだから稼げないっていう考え方に多くの人はなっちゃって、ああ、やっぱりだからダメなんだと思いますけども、違うんですよね。ゼロサムゲームだから稼げるんですよ。現実 FX をやっていて、100人中100人全員がゼロサムゲームだから負けますかってことなんですよ。ゼロサムゲームってことは勝てるってことなんですよ。だってね、 負ける人がいるってことは、反対側で勝ってる人がいる。損切りをするロスカットがあるってことは、向こうで利食いをしてる人がいるんですよ。うん、だから、どっちの人になるんですかってことですよね。で、今回のチャンネル登録5000人の吉谷さんのライブに戻ります。このライブ放送、お金を払う人とお金を受け取ってる人がいるんですよ。ね。私はスーパーチャットをね、特に、 あの軽く見るわけではありませんけども稼いでない人がスーパーチャットでお金を払って稼いでる吉谷さんがさらにお金を受け取ってるという現実もありますでそれを見た時にね私はあちょっとこのライブ放送早々に退場しないとなと思ったわけなんですよ、うん、もちろん価値を感じるものにお金を払うのはいいんですよでも逆にですよ よちさんさんのライブに来て、自分はこんなことをやって実績を上げてますっていうふうに書いた方が、私は自分の集客になると思うんですよね。そういうふうに人が集まってるところには、自分のブランディングをする場所だと思って参加するっていうことの積み重ねで、まあお客さんをね、自分のところにも振り向いてもらえるってことにもなるのかなと思いますね。うん。でも、自分がね、 参加したライブ放送。特に普段、吉谷さんのライブ放送を見に行ってる方ってのは、多分ね、メンバーシップとか入ってると思うんで、定期的にお金払ってるはずなんですよ。で、そこに対してプラスアルファでお金払う。うん、もちろん、そこを否定してるわけではないですし、そこをバカにしてるわけじゃないんですよ。でも、お金を稼いでない人が、お金を稼いでないのに、<laughs> さらにお金を払っちゃうと稼げないですよねそうじゃなくってお金を稼いでないからこそお金を稼いでる人の放送に集まる人に訴えかけるようなコメントを書くと集客とか信頼構築になると思うんですよねそこを使っていくことが大事なのかなと思いますまあ、ちょっと論点がばらけてきたんでまた話戻しますけども結局 よっしゃにさんのやってることを学んでいくんだったら、よっしゃにさんのようにやらないとダメかなと思いますね。よっしゃにさんの成功例を何年も見てきて、そこに信頼も持っている。さらにお金を払うほどの関係性だ。というのに、そのよっしゃにさんがやってることの真似ができない。学ぶことができない。となると、稼げない人が、 稼げないまま、これからも続くということなのかなと思います。で、私はね、吉田さんから学ぶことがありました、今回も。まあ、それはですね、この雑談というものの中にも魅力を発信することもできますし、その根底には、いつもいる人であるってことなのかなと思います。ね。だから、私がね、何らかのトラブルで、 動画を発信できない日が一日あっただけで多分私のライブ放送を検索してくださる方っていると思いますしねそれから放送を再開した時に何かあったんですかっていうふうに聞いてもらえるってこともあると思います、まあ、つまりやることが当たり前普段から毎日やっているっていうフォームができるとそこには放送を期待して待ってくれてる人がいるってことにもなるのかなと思うんですよ そういう状態を吉谷さんは作ってるのかなと。ですんでね、億万長者合宿のやり取り吉谷さんとしてますけども、その返信が滞ると、あれと私は思うわけですよね。その逆もそうかもしれません。ですんで、積極的に関わっていなくても、その存在を感じることっていうのはできるわけなんですよね。はい、今回のテーマは、バカの一つ覚えということだったんですけども、バカの一つ覚えすらできなければ、 バカにもなれない。バカにされないってことなんですよね。まずはこの世界、バカにされるぐらい、バカの一つ覚えの領域に入っていかなければ、始まらないってことなのかなと思いますね。はい。それでは。 なんか切れちゃいましたね一瞬ね何だったんでしょうか